見てみて、皆さん。髪の毛、イメチェンしました。あ、条件満たしたんじゃねえ、これ。金足りるんじゃねえ、これ。おい、ローンのことだよ。ローンのことだよ。あ、こっちから払うんじゃないんだ。もしかして、こいつのこと？ああ、これ、タノポートって言うんじゃん。今頃気づいたわ、タノポートだ、お前。ATM。わあ、ここだ。返済だ。ああ、返済だ。8000、全額だ。ローンが消え去った。やった、家のローン全部払い終わった。ほほほほほ、やったよ、たぬきち。やったよ、フローラルな香りがすごい広がってるね。ほほ、お、僕はちゃんと払う人間なんだ。約束はちゃんと守る。それが節田圭介さん。ほほ、まだ広くできるんか、お前。そうかもしれない。まだ広くできるんか。まだ、ね、まだちょっと金取ろうというか、お前めっちゃ金かかるやん。桁一つ増えてるやん、お前。わかったよ、やってやるよ、俺。めっちゃフローラな香り広がってるやん、お前。金の香りは。金の香りがした途端、お前。いいタイミングだし。あ、別にそれは買えんけど。それは別に買えんけど、赤でいいけどさ。オッケー、グーグル。もう明日にはなるのかい？みんな、まだタヌキチは俺から金をむしり取るらしいわ。仕事の都合で3日ぐらい動物の森ができない日が続きました。3日ぶりの動物の森やっています。もうすぐ4月ですね。なんもないんかい。いろいろあるぞ。交換したぞ。立っていた。めっちゃ立派な建物ですやん。おお。お、これはこれは節田圭介さん。いかがですか、こう立派な姿。このボディ、おかげさまでバックステップの神博物館をオープンすることができました。バックステップの神様の博物館みたいになってるやん、それ。大変だよ、名前がな。それもこれも、節田圭介さんの寄贈のご協力あってのこと、改めてお礼を言わせていただきます。おう、あやむ、あ、うやまえ、あがめろ。この博物館は、俺がオーナーだからな。簡単に館内の説明をさせていただきますの。左右と地下、それぞれの入り口は、これまでに寄贈されたコレクションの展示室へと繋がっております。そうそう。それから、皆さんにより快適にご利用いただけるよう、今後は寄贈の際に1点ずつではなく、複数種類までのお預かりもいたします。それと、ご愛情を知りたいになりたい、化石や桜などをお持ちいただいて、これって何とお尋ねくだされば、リズムを解説させていただきますので、気軽にご相談ください。では、ぜひとも自慢のコレクションをご覧になっていってくださいね。
まあ、俺が渡したやつやけどな。てかにか。虫エリア、化石エリア、魚エリアに分かれとんじゃ。そっか。でもな、お前に用があるわね。見ろや。お前が立て直しに、時間かかっとる間に、めっちゃ寄贈したいもんがたくさん出てきとんや、お前。見てみんな、タランチュラようやくゲットしたよ。一回刺されたけど、刺されてすぐにもう一匹見つけて手に入れたよ。あと、化石の鑑定もね。よー、これ5つほどあるんでね。全部鑑定じゃ。そうなんですよ。ま 素晴らしいな。ダブりなしだからな。天才だろ、お前。こんな簡単に天才になれるんだぜ、お前。もちろん、もちろん。あ、ひとまず返されるんか、これ。どんなもん？トリケラトプス、アカントステイカとかよくわからない名前。パプキーゲル、恐竜の名前って基本的に噛みやすい名前ばっかなんやけど。メガセロプスって何なの？わからんぞ。なんだ？フレンドからメッセージカード届きました。なに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 ？わあ、シオピッピー！俺の推しシオピッピから手紙来てる。4月4日と10月4日。ああ、お互いの誕生日や。ああ。なんでこんな文章にしたんだろう。なんかプレゼントあるな。なになに？何くれた？羊な服。ああ。他にもいろいろあるんやな。ハッピーホームアカデミー。ランク B なんじゃ。家具がたくさん増えてきて、お部屋らしくなってきましたね。あー。8071ポイントやって、えらい高いんじゃないの。俺そんなに、人に見てもらうためのような感じに置いたわけではないんやけどな。あ、増築の話も出てる。そう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 。俺、ローン9万8000円払い終えて、新しい1万9800円のローン組んだけんな。そっちの分やな。あと、エアラインズが、オリジナルグッズ。ダルやな。ダルから来たな。のプレゼント。3ついっぺんに受け取ったけんさ、これがダルだろ。最後に受け取ったけん。ダルの T シャツ。ちょっと着てみよう。あと他に、掃除機くれた お前の部屋、汚いぞって言ってるかこれ ハッピーホームアカデミー、俺の部屋汚いぞって言ってるか と、プレゼント、もう一個は？ダブルソファー。あ、これは嬉しい。
ちょっと置いてみよう。そもそも広くなったけんさ、家具の数が絶対合わねえよ。家具の数が絶対に足りてねえよ、俺。せっかく広くなったのにさ、まだたくさんスペース持て余してる感じになってるよ。ああ、こんな感じか。これ、押し入れに入れとくようなもんだろ、お前。こういうところにポーンって置いとくような家具じゃないんよな。それとダブルソファーが、これ。あ、これはいいな。これいい感じじゃないん、これ。置き場所が置き場所って感じやけどさ、まあ悪くないよな。このラジオちょっと、こんな感じでね、ポイタックコレクションあるよな、これ。うわ、三輪車あるじゃん。これ、塩ピッピに買ってあげよう。この前の、羊の T シャツのお礼である。おお、金のなる木が、また新しく生まれようとしておりますわ。はい。誰が金を埋めていったんだろう。これは昔の動物の森からの疑問ですぜ。お財布にしまう。1万ベル外す。分けるだろ。罠に埋めて。水を与える。これ現実のお金だったら、水でびしょ濡れになってね。お金もったいないの運動になるけ。もったいないお化けが出てきて、俺食われちまうんですけどね、本当だったら。なんでこの世界にもったいないお化けっていないんでしょうねってぐらい、そんなのは出てきません。大丈夫です。来たぜ。第一目標は、めっちゃなんか竹生えてるやんけど。あ、こんな感じに竹抜くことができるんかな。それとも木で切ればいいんか、本来だったら。斧で竹出てくるんだよ、こんな感じで。これで向こうに持って帰って竹植えてもいいって感じなんやな。ほうほうほう。で、これタケノコあ、そうか、これ植えとったら、こんな感じで竹、出てくるんやな。ハウの若竹。これをさ、なんか DIY のレシピとして、使えそうな感じがするな、竹。タケノコ植えたら、向こうでも生えるみたいな感じなんだろうか。やはり。そういう感じなんだろうか。まだタケノコ。タケノコの島やん。タケノコの島やん。なんか、そんな似たような名前のお菓子知っとるぞ、俺。タケノコの里やん、ここ。めっちゃタケノコ掘れるんですけど。あ、待って。ちょっと。岩手こうやったら、邪魔、三つを、邪魔だ。なんかビコンビコンっていうチャンスタイム始まっとった。おい、チャンスタイム終わっただろうか、お前。おい、チャンスタイム終わったやん。チャンスタイム終わったやん、お前。おい。この島って、自然がいっぱいですっごく気持ちいいからいつまでもいなくなっちゃうんだな。三つ、実は僕ね、前からこういう島で暮らすことを夢見ているんだよな。三つ、来てこいよお前。三つ、お前
俺の島でたくさんポエム書けやお前。心に響く言葉考えろお前は。怒った顔に当たったわ。ごめんな、怒った顔のまま話してたわ。待ってるよ。やってみるんだな、三つを。よかったな、三つを。だって人間だもの。まあ、お前は、サイだけどな。わっ、なにあいつ、ちょっと待って。ほんまにもったいないおばけ出たんやけど、もったいないおばけおるんやけど。もったいないおばけじゃん、お前。もったいないおばけ。さっき話しとったもん、もったいないおばけの話、お前。出たー！幽霊様！私、何も悪いことはしておりません！どうか見逃しよう！なんか妖怪ウォッチにできそうなやつできたぞ、お前。え？人間？生身の人間ですって！私、昔からこの島におりますが、人は一人も住んでいなかったはず。あ、最近移住してこられたの？なるほど、なるほど！そういうことだったのですね！ゆうたろうやって。では改めて自己紹介を。私はゆうたろうと申します。どうぞお見知りおきくださいませ。妖怪メダルくれんか。妖怪メダルお前。私、暗いところとりわけ夜は大好きなのですが、幽霊だけはどうも苦手でして。で、ああ、私驚きすぎてこんな姿になってしまいました。先ほど飛んでいたのは私の魂の一部なのです。びっくりした拍子、そこら中に飛び散ってしまったみたいですね。ああ、こんな姿じゃどうすることもできません。はてさて困りました。俺、今だったら虫取り網で捕まえれるぞ。行け。こんなことをお願いするわ。これでも心苦しいのですが、飛び散ったお役所魂をかき集めていただけないでしょうか。いや、世界各地に飛び散ったドラゴンボールを集めるみたいな格で言うなお前。でないと私一生このままです。こんな姿のままでは浮かばれません。え、別にいいやん。なんかそっちの方が動きやすそうでさ。俺もちゃんとさせていただきますので、どうかお願いいたします。飛び散った魂はそうですね、全部で5玉ぐらいでしょうか。島のあちこちにふわふわと漂っているはずですので、網を使って捕まえてくださいませ。ほんまに網で捕まえるんじゃ。ありがたや、ありがたや。こんなイベントあるんやな。レアイベントじゃないの。お前を捕まえるぜ、お前。お前何今ため息ついてんだお前。お前のためにやってやんだぞお前。私は捕まえられませんってば。魂の方を捕まえてくださいよ。ごめんごめん。魂いたってさ、そこら辺で簡単に見つかるもんなん。ドラゴンレーダー的な方針も欲しいな俺。ドラゴンレーおった。あ、こんな感じなんじゃ。ちょっと隠れたよ。はい、捕まえた。手に持って大丈夫かそれ。ゆうたろう魂ひんやりしてる。キンキンに冷えてやがる。ありがてえ。おお、二つ目。ヒュンヒュン言ってるわ。どっちかというと UFO が飛んでいるような、宙を浮いてるような音聞こえてる。二つ目。ちなみにこれってさ、撃ったらいくらになるんだろうな。
売れんのじゃこれさ。売れないのかー、しょうがないなー。おっとっとっと、4つ目。あそこじゃない、よいしょ。動き回るよってのは見つかるもんやな。あと一玉。うわ、これ届かない。届いた。これでやっ5つ全部じゃ。やったー、これで最高だ。ゆうたろうに返しに行こう。ゆうたろう見つけてきたで。うわー、全魂を全部あらめてやるですね。さあさあ早く私にお返しくださいませ。やーで、やだ。そんな、返してくださいよ。お願いします。やだ。なんで、なんでですか。私の魂なくもうとても仕方がないではありませんか。やだ。やーだ。そろそろ返してくれないと分かりますや。怒ってみろや。おっと、パターンが変わらないぞ。これ以上何もならん感じのやつやなこれ。もうパターンないやな。わかった、ごめんごめん、じらしてごめん、返すわ。確かに5段もあります、あります。めっちゃ光ってる。モンストの合成みたいな感じやったな。パッパラパー。ああ、あなた様のおかげでモノ姿に戻ることができました。いやー本当によかったよかった、実に素晴らしいです。ありがとうございました。そうそう、お約束したお礼を差し上げなくても。そう、どういてなんだ、妖怪ウォッチか。妖怪ウォッチくれるんか、お前。そうですね、では何か装飾品を差し上げましょう。まだあなた様が持っていないものか、とっても高価そうなものをお選びいただきますが、どちらが良いでしょうか。装飾品持ってないもの、高価そう、高価の方がいいだろお前。金目のものをくれよお前。はいはい、承知いたしました。ちょっとだけ高価そうなものですね。私、下さとが得意ではありませんので、本当に価値があるものなのかどうかの方が正直わからないのですが、アイスホッケーのユニフォームを写真するようなです。アイスホッケーのユニフォームは多分スポーツ店で簡単に買えると思うわ。おい、お前にとっては確かに価値のあるかもかもしれんけど、世間一般では割と手に入るんちゃうかな。アイスホッケーのユニフォーム、これアイスホッケーな。 N ってあるけど、任天堂の N だな。任天堂エクストリームズみたいな感じか、お前。すごいデザインやな。本当に価値あるもんなんかちょっといまいちわからんな、これ。でも俺、こんにちは T シャツの方が好きでーす。タヌキチなんかちょっと、マイル渡して口封じしようとしてる、こいつ。いくらいするんだろうな、結局これ。こんなんは幽霊からもらったよな。安ー。